はい、五代荘サービスエリアって、こっちの下道からも入れるんですけど、エクスパーサ五代荘ってところですね。あそこって、その、上り線はめっちゃ入りやすいんですよ。なんですかね、下りって車で行けるのかな？前から疑問なんですけど、なんか行き方あるんですかね？ちょっと探ってみましょうか。めちゃくちゃ混んでる。でも従業員用なんか。そもそもいっぱいあった。やっぱ歩いてしか行けないのかな。なさそうなんですよね。そもそも混んでて止めれなかった。あ、こっちがそっか。半分工事中で。駐車場が狭なってんだ。うん。普段ね、ここ、まあ、ちょいちょい来るんですけど、特にいなべで仕事してた時はね、帰りに夜中の4時とかにね、追われる時は、ここによるとね、24時間営業の彦兵衛がね、やってますので、よう、そこでうどん、きしめん、伊勢うどん食ってたなぁという記憶がありますね。やっぱ週末なんでめちゃくちゃ混んでますね。あ、ちなみにあのこれもう4つ目の方で使っとこうかね。あのあれですけど、4つ目もストップ作らないといけませんからね。うん、ちょくちょく聞いてもう10秒動画とかになる。あのね、ちょっと3月中はそういうような感じになってしまうかもしれない。4つ目の方が白夜のやつはね、また行ってちょっと、撮ろうと思いますけど、何かっていうとね、まあ単純に言うと、制作が間に合わない、タクトオーバーになっちゃってるんですよね。でね、まあ4月以降またね、ちゃんとそのあたり動画を撮ってね、告知動画みたいな感じにしとくと思いますけど、まあ、今ね、金曜日がね、大渋滞してるんですよね、その、放送が。まあまあ、あれ別にうちは将来的にはね、ああいう感じで1時間ごとにチャンネル更新して 1日24本投稿で、毎日1時間ごとに投稿みたいなぐらいのタクトまで持ってきたいなっていう思いはあるんですよ。ただね、さすがにこれ仕事しながら絶対無理なんで、専業でね、やるってなったら、それだとね、1動画に求められる、再生回数がね、要求タクトが下がるんで、実はチャンネル登録者数が1万人とかでも、ある程度持っていけることができるんじゃないかなって。その代わりめちゃくちゃ投稿頻度上がるし、ネタはね大量に用意しないといけないんで大変になりますけど、あと一人じゃ無理ですからね、何人か編集できるスタッフもできるよっていう前提で話してますからね、かなり無理がありますけど、どっちかというとそういう方向に持っていきたいんですよね、チャンネルの運営としては。今どっちかというと1日毎日投稿は大変だよね、で質をね高めるために
投稿頻度を減らしてでも質の高い動画を作りましょうっていうのが全体的な流れで、まあこれは別に日本だけじゃないです。海外でも、どっちかっていうとその流れが強いです。なんですけどね、じゃあね、あえてね、一日に大量投稿していこうぜっていう、スタイルで行くっていうのも、まあ何せやりたいネタはいくらでもあるんで、名所案内とかあなたにも全部もうとりあえずバーチャルで撮っとこうかなと思ってます。あのね、この辺り何かっていうと、あっちの兼ね合いもありますね。そう、四つ目もそうなんですけど、ちょっとね、取りだめをしておきたいのは取りだめをしておきたいんですよ。ただ、今まではね、取りだめの仕方っていうのが、今のその上がってる動画ね、見てもらえたら分かると思います。今3月の時に、去年の9月に撮影した動画を放送してるんですよ。で、というか、そうせざるを得なくなっている。まあ、毎日投稿しても、要は消化がしきれてないというところでね、間でどうしても速報とかって言ってね、旬のネタが入るとそれを差し込みにするじゃないですか。で、その差し込みを1日3本投稿とかでやったとしても、今、なんだその、アクエスチャレンジ、おにぎりチャレンジ始めたんで、あれで毎日1本さらに追加が入ってるんで、1日2本はもう、核で埋まってるんですよね。で、さらにプラスアルファ、100取り入れるっていう風になってくると、かなりきつくて、3本とか上がったりするときもあるわけですよね。で、さらに言うと、金曜日になると、それに21時のこの4つ目の投稿が入ってくるんで、まあ、それだけの分を作ろうと思うと、それだけ編集をしないといけない。撮影をしないといけないって言って、その時間がどうしてもね、難しい。特にね、どっちかな、どっちも大変ではある。なんて言うの、撮影に関しては縛りがある。ヘアドユエスでも夜中の2時とか夜中の3時、どうもやめろですってやれないじゃないですか。もう壁も薄いアパートなんでね。どうしてもね、それができない。ご近所迷惑になるし、まあ、うちの部屋じゃないけど、別の部屋のところではね、やっぱ騒音トラブルって発生してるんですよ。なのでね、そこのところは排除しないといけない。ってなってくると、そこら辺が難しくてね。っていうようなところもあって、まあ予定としてはその4月以降はね、4つ目を金曜日の20時配信持っていって、いうような感じで、まあ毎日20時投稿ですよっていうふうにならしたいというのがあります。で、まあそのきついっていうのもあるんですけど、もう一つね、きついの言葉の意味のもう一つの方の理由で、再生回数がきつい。これに関しては、単純に、通常のね、その2、3本とかってやるっていう風になってくるとね、1時間おきに上げると最新動画っていうのが、やっぱ表にボーンと出てくるんですけど、1時間前に上げたメインチャンネルの方で20時に上げるやつが、やっぱ金曜日のきなみ悪いんですよ。これはもうやっぱりその21時に新着動画で新しいのが上がっちゃうんで、そっちの方に、入っちゃうんですよね。っていうのが完全に出てしまっているんで、そこのところにならそうと思います。一旦ね。これがもう本当にさっき言ったように、じゃあさっきね、1時間投稿するみたいな話と矛盾一人じゃないかって思うかもしれませんけど、それはね、単純にそういう、話なんですよ。ね、単純じゃない、単純なんですけどね、なんて言ったらいいのかな。シンプルな話で。もう、いっそのこと1時間こと開けるんだったら、もうそういうチャンネルだっていうふうに認識されるんで、いいんですけど、3本、4本、5本とかしか上げれないんだったら、そこのところ、最新動画のところに上がるっていうのを、もう、重点置いた方がいいっていうことですね。だから、なんかわけのわからん動画を1日100本上げた時ありましたけど、
なんで1日100本あげるの？だったら30、30とかに流せてもいいじゃないかって。そうしたらその分差が中途半端に起こっちゃうんで、だったらもう選択と集中で、もうドーン行くときはドーン行って、ガーンと行って、バーンとやって、ドーンって行ったればいいんですよ。っていうことなんですよ。それがドーンをポンポンポンってやっちゃうと、パーンってなっちゃうんで、パーンってなっちゃうんですよ。だからガーンって行かないといけないっていうね。そのあたりのところはね、どう説明したらいいんですかね。まあ今のが山田理論なんですけど、うん。まず伝わらないんですよね。もっと具体的に言えって言うんですけど、具体的じゃんねって思うんですけどね。他になんか言いようがあるのかな。ガンはガンやんねって、うん、いうところなんですけどね。そこのところがね、あれなんですよね。うん。っていうところだったりしますけどね。で、なんだったっけ、あれセブンイレブンに行こう。そうしよう。よし。で、なんとかなるだろう。で、あとはなんだ。うん。これ何の動画なんだろうな。うん。だから、四つ目用にあれするなら、さっきのところのあれか、エクスパートのところのネタのやつとかもあれですけどね。あ、そう。で、一応、プランとしては、とりあえずその投稿頻度の話のところに行くと、その四つ目を戻したいっていうのもあるんですけど、もうちょっと長期的なところで言うと、中期的かな、短中期的な視点のところで行くと、動画のストックの方法をちょっと変えたいなと思ってます。今どういう風にやってるかと、今結構シンプルに分かりやすいんですよ。ドカドカドカーっと取りだめをしておく、どんどん取っとく、それを古い順に出していく、っていう感じなんですよね。ただこれはメリットデメリットがあって、まあやはりそのずっと見ていただいていると、時系列でずっと追えるようになっているという風にはなってるんですよ。ただこれデメリットがあって、今もう半年近くストックが溜まってるわけですね。半年以上か。9月の動画を3月に上げてるのが半年超えてるわけだ。うん。ですから、かなり楽が空く。で、まあ、いくらうちがね、その旬のネタを取り扱ってないとはいえ、さすがにね、編集しててね、ちょっとは懐かしいなと思えてしまうぐらいにね、古いわけですよ。これはさすがにちょっとこの状況はね、是正しないといけないんじゃないかという思いはあります。よし、セブンイレブンでおにぎりチャレンジ取っとこう。わ、わわわわ。よっしゃ。あれ全然映ってへん、バーじゃー。西日すげえな。この時間から始めると、この西日がどうしてもこの時間帯、この時期はね、どうしてもビヤーってなって、バシッってなっちゃいますからね、っていうのであるんですけど、で、なんだったっけ、そのストックのところの話ね、で行くと、ちょっとストックの言い方変えようかなと思ってまして、うん。4つ目もね、スターステールのその本編の方でやっていくやつも、不登校頻度とかの話はさっきしましたけど、ストック用の動画っていうのを作っとこうかなと思います。いわゆる予備動画みたいなのを作るっていう形で、で、予備動画じゃない動画を撮影して、で、メインでその撮影した動画っていうのは基本的にまあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいのストックにしとこう。うん、今みたいにちょっと半年だとさすがに長すぎるってことでね。まあ一般的なところをね、YouTuber さんだと1ヶ月分ぐらいかな、撮ってある感じかなっていう感じなんですよね。うん。っていうところなんで、まあ、うちのところもまあ2ヶ月ぐらいにしとこう。で、それでもただうちの場合は仕事しながらやってるんで、やはり仕事会社からなってくると、そのあたりがちょっと難しくなってくる。じゃあどうするのかというと、そのストックが切れたよっていう時用のために、その、放送できるようなやつを持っておく。もう今は、これ撮ってるのは2月の25日か、なんですけど、もう3月の下旬の動画、要は1ヶ月分のね、やつをね、どんだけてるわけですよ。で、ショートの方はまあ1週間、2週間分今、ストック持ってるから、っていう感じでやってますけど、ですから、常に、予約、YouTube の予約枠が50本超えてるっていう状況なんですよね。うん。で、まあ、多分このストック量は、
か1日2本投稿で40本だから2週間、今日3週間分ぐらい持っとけば、よしにしとこうかなと思いますけど、どちらにしろその収録する方の動画のやつ、そっちの方で、その予備動画って言って、まあ、例えばバーチャル駅間散歩とかああいうような感じでね、全然旬のネタにならないよっていう、1年後とか2年ぐらい、ね、寝かしといても最悪どこにかなるだろうっていうような、要は、眠らしとく動画、ストック用のね、動画っていうのと、を作っといて、いざとなったらそこから、掘り出して、それをまあ、100本ぐらい作っといたら、100本か150本ぐらい作っといたら、いざという時のその、に、ピューピューピューと引っ張ってきて、それをね、流すっていうので、とりあえず埋めて、とにかく量を稼ぐ。まあ、うちの場合は、質より量で行こう。量で攻めようという作戦だっていうのはね、言ってますんでね。そういうような感じで一応予定を立てておこうと思ってます。で、四つ目の方もそうですね。多少そのどうしても地域情報紹介っていう風になってるんで、旬のネタは使わないといけない。しかも、その、企業さんからね、ぜひ紹介してくださいみたいなやつがね、入った時に、確認して、編集したやつをね、出して、それを、アポ撮りして、アポ撮りとはまた別で、確認撮りをして、動画のチェックしてもらって、出してとかっていう風になるんで、どうしても時間がかかるんですよ。早く出さないといけないやつなんですけど、時間がかかるんですよ。っていうのがあると、安定供給をするためにはね、ある程度その添加物じゃないですけど、添加物の入った作品をね、作っておくっていうこともまた必要になってくるのかなということで、ね、まあ一応そういうような感じで安定供給に向けて、まあ1日2本投稿安定供給するっていうのは、まあこれより確保できるのかなというところなんで、ってことはそのバーチャル一貫散歩とかもまた撮影をしとかないといけないんですけど、あれバーチャル一貫散歩に気をつけないといけないのが、2時間とか3時間撮って、それをそのまま出しちゃうでしょ、うちの場合。だから、あれも切らないといけないかなと思いますけど、まあ、そのストックにするときの場合は、もう切って使うっていうような点にしますけどね。一応、そういうような感じの、やつで考えて、で、まあ、ね、いくらなんでもちょっと、今の半年以上ね、メイン動画がね、半年以上前のやつを最新作として上げてるような状況をちょっと改善していこうかなと思っております。ということで、おにぎりチャレンジ撮っていきたいと思います。じゃあ、行ってきましょう。